こんばんは。ST48 2期生の川本アンナです。めっちゃ早く配信できた。早く帰ってこれた。30分が終わった。レッスン。ラペチーノさん、ありがとう。ありがとうございます。川本アンナと申します。大ホテータさん、花ありがとう、ありがとう、ありがとう。ね、早いよね、やば、びっくりした。ひなさん、びっくりした。何が？夕方来れなくて、全然、結構夕方にやっちゃった。9時までね、かかる予定だったの。まあ1曲だ、ちょっとしかねしなかったから、そんなかかんないだろうと思ってたけど、まさか30分で終わるとは。1時間巻きで終わりました。ふたるさん、お疲れありがとう。ライキン、お、いいね。お帰りありがとう。ふたるさん、お疲れありがとう。たかけいさん、レンボーさん、ありがとう。パワー、ありがとうございます。大阪の直接お話し会追加した。お、ありがとう、嬉しいな。ただいま、嬉しいだけ。爪塗った。ご飯は食べたん？あのポケモンね、使ってて、ポケモンパンじゃない、なんかね、ウェハースのポケモンがあって、2個食べた。じゃあね、すごい盛り上がったのにね、一人で。健康な生活だよね。裏でね、これでね、え、食わすじゃんって思ったけどね、違うかった。チルタリスだった。食わすだったのに悲しい。ライキンで目しばしばになるよね。しばしばしょぼしょぼになるよね。めっちゃライキンでしばしばになった。今日、いや、コンタクトしてるからだよね。コンタクトね、なりやすいよね。チルタリス可愛いけどね、可愛いけどね、食わす推しだから、楽しだから、楽しだから。私麻婆豆腐わかる。麻婆豆腐いいよね。最近夜ご飯を、でもこれ食べたのに入るか。そう、朝お腹空かすために起きるんですけど、してるんですけど、おももになってる。ダメちゃん、お引越し終えにお蕎麦食べました。いいね。そう、来季お引越ししたんですよ。私お引越しして、なんかみんなと同じ領地にやってきたんですけど、あのお隣さんがいて、本当はね 3人ぐらいが近かったので、もう一人の人行こうと思ったけど、もう一人の方はまだ同盟センターみたいなの、なんかその受け入れしてなくて、二人の、私のこう領地が、私の家があったら、ここにある家の人に挨拶にトウモロコシをお届けに行きました。実は可愛いでしょ、綺麗に見えるよね。それな、クリアネイル。いいよね。塗るか迷ってる。休み続くのよ。だからさ、塗るか迷う。どう思う？塗るか迷うんだよね。めんどくさいなとか思っちゃうんだよね。こういうとこダメだよね。女子力ないわ。あんちゃん引っ越したの。そうなの。めっちゃ近かったのね。近隣で守ってくれてありがとう、今まで。でもちょっとお仕事遠いかったの。仕事場が遠くてさ、本当にちょっとそれがちょっと大変だった。仕事場が遠くて。リアル。いける。まあ職場近い方がいいね。よく燃えている運営さんのお城が遠くなった。あ、そうなの。住民票変えないと。確かに隣同士の関係大事だからね。大事だよ、結構大事じゃない。今来た人はリアル引っ越ししたと思う。どういうこと？あーあ、あのね、ゲームで引っ越しただけで、ゲームじゃない中では引っ越してないです。変わってない。運営の城は成果だと思えば素敵ね。カーキー似合いそう、嬉しい。緑、
や通勤距離短い方がいいですよ。うんうん、そうなんよ、それはそうなんよ、めちゃくちゃそうよ、楽よ。でもね、近い人ほどね集合遅い説あるよ。なんか余裕持って出る、そのさ遠い人って余裕持って出るじゃん。でもさ近い人ってさ余裕持って出るよりかはさ攻めるじゃんっていうあるあるじゃない。こう学校近い人もさ近い人ほどさ遅かったくない来るの、あるあるそう指導が遅いからね。挨拶時間かかるな。挨拶時間、あーそっか遠くなっちゃったもんね、そっか偵察がね大学5分だったけど遅刻マンだった。5分だからこそ遅刻マンだったんだろうねきっと。友達と隣に立てた、かわいいかよ近い人はねすぐ着くなって思っちゃうからねきっと。いやワンチャンなんかあるかもとかならないからね、現実と変わらん。うん、近すぎて、それマネージャーさん言ってた、マネージャーさんかな誰か、なんだっけマネージャーさんかな誰だっけ、なんかテレビで見たんかな、なんか分からんけど、なんか近くに住んどったら来てくださいってなった時にすぐ行けるのは嫌だから、これファンの人が言っとったんかな、お話し会で聞いたんかな、だけどちょっと遠くに住むって言ってた。テレビかな、なんやろ、なんでこの記憶あるんやろ分からんけど、すぐ来てくださいって言われた時にやっぱ家近い人が呼ばれるわけじゃん最初に、だったらちょっと遠く住みたいっていうの聞いたことある。会社人によりけりだろうけど、近いと使われがちな、そんな役割もあれだもんね。確かに中学校徒歩5分、すげえ憧れだけど、でもね小学校とかいた、めっちゃ家近い子いて、でもその子って学校行くときに絶対その道を通るところに家が建ってるわけだから目立つわけよ。そこ家から出てきたらあおはようってなるし、おはようっていうか一つ下の子とかでもそのおはようってなってたし、知らない子だったけどあここに家あるんだってなっておはようってなってたし、あとお母さんお父さんがちょっとその家から出てきたらあお母さんお父さんなんだみたいな感じで 見れるわけよ。そのあと家の感じを見るわけよ。あ恥ずかしくない、自分だったら恥ずかしいなって思う。新規にはきつらいだよね。だって普通にさ土日とかさ、あ学校終わってから遊ぶってなった時もさ、もしかするとさ見えるかもしれないじゃん、その私服とかさ通ってるかもしれないじゃん、嫌じゃない。登下校する楽しさもあるから、羨ましいような羨ましくないような。あー確かに秋葉原に近いんだ、いいね。誰々くんとかいたずらで言われたりする、あそうなんだ、残業で終電逃した時の泊まり場に使われたり、あそうなんだ。安否学校まで遠かった人で、ずっと小中高全部電車で通ってますね。小学校も幼稚園も電車車で通ってた、保育園も車で通ってた、遠かった。よく寝坊して遅刻、あーやっぱあるあるなんだ。4駅離れたとこ超いいじゃん、4駅ベストじゃない、ベスト4駅ピンポンダッシュされる、やだね、小学校だもんね、やっちゃうよねきっと。通学路自宅恥ずかしいよね、そうだよね。笑うぐらい近い、あそうなの、じゃあいっぱい公園来れるじゃんね、近いとねギリギリまで家いるよね、そうだよね。近すぎると徒歩通学だもんね、自転車ダメだもんね徒歩10秒隣ってこと、逆に嫌だね、夏休みとかも嫌じゃない高校寮だったの、いいね楽しそう。小学校の同級生が正門の前の家に住んでた、
通学時間片道何分だったか言うと家バレしちゃうので、あのもう岡山県は別にどうでもいいんですので、岡山県はそれこそ電車のよなんか時間は30分ぐらいで、で歩き、その学校から歩その駅から学校と駅から家、その最寄りの駅から家の間を含んだり、あと待ち時間とか含めると何時間、1時間なしでついてた、家出て1時間なしでついてるかな、かかってんのかな、かかってたかな、でも電車は30分とかでしたね。でも逃すと30分後とか1時間後とかになりうるから、ちゃんと前もってちゃんと言ってました。ジーヤとか送り迎えさせてた。ママとパパがしてくれました。今の話納得感すごい。大学の時バイト先隣だった。超楽じゃん。でもいいのかそれは。どうだった、よかったか。こんばんは。あ、私高校の時には車で行ったり、車で電車行ったり、バスで駅行って電車行ったりしてたことあったかも。駄菓子屋さんとかないです。直友さんありがとう、ありがとう。1時間漕いでた自転車、わお。小学校近かったから夏休みの火山の水やり近いからって理由でやらされそうになった。え、最悪すぎん？超最悪。その時間電車、でも座れるって座れる、座れない日もあったけど座れるって座れる。高校ブレザーセーラー、いや、え、ブレザーかな、セーラーではない。皆勤、高校は皆勤賞でしたね、 STU 入る前までは。中学校も皆勤賞かな、中学校1回休んだかな、休んだっけ、インフルエンザかな、いやどうだっけ、まあ小学校は1回休んだかな、2回かな、3回かな、でも少ないと思う。バイクで通学してた、そうなんだ。高校遠いところにしてめっちゃしんどい3年間だった。あでも私電車って言っても1本ですね、全部乗り換えはない電車通学をしてました。なので楽かも、楽かも。むしろ私、あそっか、神奈川住んでて東京の高校行ってたんですけど、そのマリンライナーよりかは時間かかってたかも、実は。チャリ通に変えた、かわいい。スワンピあんま風邪ひかないですね。でも私ね、3月に風邪ひいたんですよ、びっくりした。3月に唯一風邪ひいて、コロナかと思って焦ったよね。コロナとインフルがちょうどある時期で、やばいと思って、やばいやばいなって。しかもなんかちゃんと詰まってる3月だったから、やばい、これ飛ばすことになるのかなと思ったり。3月の頭で2日私配信とメール休んでるんですよ。その時は熱があって、ああもう私やばいわと思って、なんかもう、うわー、あーなんかコロナの時みたいな感じするわとか思ったりとか、いやインフルかもしれんとか思いながら、そう病院行ったら何もなかった。ただの熱でした。そうね、そんな通勤ラッシュなんかぎゅうぎゅう満員電車にはそんなに経験はないです。そこまででした。そう、ただの風で本当に良かった、良かった良かった。ラゾーナのイベント前、まあまあ、うーん、もうちょっと前だけど、ノーマル風、3月の本当に頭、3月1、2ぐらいですよ。とても頭だった気がする。2、3か1、2か。知恵熱かなって思います。あ、そう、兵庫のリリーベの前、そうなんですよ。だからやばいと思ってて、冷えピタ1年分あげたかった。ありがとう、寝て過ごしました。
初見です。夏美さんありがとう。 STU48 2期生の鎌田アナです。ありがとう、来てくれて。覚えて帰ってください。チャンネルの安否ありがとうございます。インターバル、そうめっちゃ帰ってくるの早かった、びっくりした。自分もびっくりした。なんかさ1時間早く終わってさ。そう、でも舞台の後熱出る人とかいるらしいんですよ。だから私そうなのかも、知恵熱なのかもしれない、そうだったのかもしれない、ね、舞台の後も休みなく仕事で、ちょうど久しぶりの休みの日だったんですよ。あ、じゃあレッスンがあったんでしょ本当は。だけどレッスンも休んで、で次の日久しぶりの休みだったんですよ。だけどその休みを潰した。寝て過ごした。ピエンですよ。寄り道して帰ろうと思わず、いやもう20時ですよ、終わり20時でね、寄る場所ないですよ。緊張が解けた、確かに。それはあるかもしれへん。ドゥルルドゥルルルルドゥルルルドゥルル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 ルールルさん入られるんですよ。やばいよ、びっくり。今日帰ってくる途中でツイッター見て、えみたいな声出て、普通に一人で歩いて声出て、えみたいな。ガチの絵が出てしまってビビった。私最近すごい好きで TikTok ずっと見てたんですよ。太鼓の撮影めっちゃ上手で、で最近ジャムズさんの曲踊ってたんですよ。でえ、ジャムズさんの曲踊ってるなって思ったんです。そうそうそう、有名な方だよ、とても。そうで、ジャムさん踊ってたんですよ TikTok で。でおー、なんで踊ってるんだろうと思って、すごいと思って、わーいって思って、わーって思って見たんですよ。じゃあそういうことみたいな。今日そういうことってなりました。今はねアイドルしてなくて、またアイドル始めるってことで、あともう一人ね6月に加入されるらしくて、楽しみすぎる。私多分ジャムズさん結構子さんだと思うんですよ。私結構子さんだよ多分。いつかのフェスで写真撮ってた。うん、そう、土城瑞稀さんがね秋渋にいらっしゃって、私土城瑞稀さんを最初に知ってて、STU 入る前からしてて、イベントにも行きたいなと思って行こうとしたけど行けなかった。そうで、ずっと土屋瑞稀さん知ってて、でジャムズさんができた時に土屋瑞稀さんが入ってて、そこでジャムズさんを知って、え、マジ可愛いよね、ずっと可愛い、ずっと可愛いとか。そう、会うたびに、そうで、ずっと私はライブにも行けてないですし、あれですけれども、在宅で応援してます、ジャムズさん。在宅オタ。そう、太鼓の達人めちゃうまいんですよ。あのね、何も見ずにできる。しかもね、なんかどっかどんかっていう歌ってる。すごいよね。川口ひなさんと同じグループだった。あ、そうなんだ。シャリーさんありがとう、ハート100ありがとう、ありがとうございます。美容室行ってないんです、行きたいなって思ってる。このさ平日行こうと思ってた、忘れてた、行くの。いやん、忘れてたんだよ。秋渋さん知ってますよ。そうなんですよね、すごいよね。知り合い？そうなんだ。
トシヤさんバラありがとう。ジャムさんの話ね。でも私まだ全員さんと会えたことないんですよ。ちょうど休止中だったので、活動休止だったので会えてないんですよ。会いたいですね。最近もさ2個さ実はSTUと被ってたんですよ、フェスで。私出てないからさ悔しくて、会いたい。うんね、普通に私ジャムズさん行きたいんですよね、普通に。でもさなんか予定わかんないからさね、マジあんなコレクションそう、いや私オタ活したいんですよ。テンシングさん誰もありがとう。オタ活をしたい。私キャラクターにしかオタ活してないから最近、やっぱ生身の人間にね会いたいですよね。マンカコプリンセス、行きたいんですよね。じゃあじゃあアイドル、アイドル行く予定だったんだ。あ、そうなんだ。テンションエグさん誰もありがとう。夏フェスで会いたい。アンピフェス、確かにアンピフェス、確かにアンピフェス、なんかちょっと語呂悪いね。うちは作る配信、あ確かに。うん、でも地下アイドルさんはうちはあるんですかね、風習的にあるんですかね、どうなんでしょう。ピフェス、ピフェスも語呂悪いね福フェスが強すぎて、語呂が良すぎて。アンフェスまあ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 ですねなんかうん、まあまあ、アーナ祭り、あ一番いい。アンフィシアター感出る、わかる。アンっていうだけでね、木炭フェスはもうわからんのよなんて読むこれ、アンアンね、うちは見ないよね、踊ってるからかなみんな。アンピのモカダラブルルリルリモカダラビドルブデラモカラバティバロリボリドゥバドゥルバタラバタキエロドゥブレバラバタキエロドゥブレバ。そうジャムズさんのねグッズ手に入れたい。私あの朝さんのだけ持ってるんですよ。 CJ 持ってるんですよジャムズさん。けどそう新しいの買えてなかったから、買うか迷ったんですよね。でも買わなかったんだよね。あれシンティ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 シンティティティシンティティティ鼻だれじゃん。鼻だれの CD も置いてあった。え、これ生写真入ってるやつどうなんだろう。これ生写真入っとくかな。森上売ろうそうね、 T シャツは持ってたり、アクスタ持ってますよ。朝さんの語ってますよ。これジャムズクラクソンさんの CD。 アスさんのグループも可愛いよね。可愛い、私も見てる。開けてないっていうね。朝は今違うグループなんですけど、箱推しでやってます。私ジャムズ、ジャムズさん、なともさんありがとう、ありがとう。え、これ鼻だれ開けてなかったから開けよう。自由、自由人。これ生写真入ってるやつかな、入ってないかな、入ってなかった。あ、こんな感じだったん。見て、こんな感じだった、知らんかったんやけど。すげえ、ウケる。アーシャなんか
知らんかった。劇場版か。おもろいこれ。ダーン。あーしょ。いつも好きやご用事ありますよ。サマータイム、サマーラーブ、幻想、どうする、まるで子猫ちゃんみたいにしゃがんでこっちは見てるけど、きっと呼んでも出てこ、ああ、そうして人を無力と思い知る、何を語ろうとさ止まらない、ああ、偉そうに来てた無駄だとわかる、どうであろうと僕は風を無視できない。それ自分の表にしたジャケットになれるよ、確かに。何の曲やこれ。何の曲やでなる。確かにおもろいね、使い道がありますね。ここに置こう。エクスペクトパトローナームですよ。そう、エクスペクトパトローナムバージョンです、これ。エクスペクトパトローナム。どの曲がお気に入りですか？夏のスケアご用心。夏好きな衣装かわいいよね、ベレー帽も。夏の好きもご用心。春の好きもご用心。秋の好きもご用心。冬の好きもご用心。えへへ。トゥル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 アンピの好きはご用心。あの衣装のアンピよ、よかった。それはシュンカシュートご用心。夏はモスキートにご用心。モスキートって何ですか？そういえばね、香川のね、心霊写真の話、心霊写真かどうか分かんないけど盛り上がった今日。なっちゃんとあやぱんと。あー、蚊、モスキートって言うんだ英語で。ベア人、確かに確かに確かに。なたまさん、かわいい、ありがとう。あれは心霊写真なんでしょうか、わかんないです。どうなんでしょう。3つぐらい見えるのは顔にしか見えなくなったわ。それな、
どうなんやろ、それは分かんない、あの写真の真相ツイートしてみようかな、分かる人みたいな、写真見てこれは真実、これはどうなのか分かる人って聞いてみたいもん。いるよ絶対ツイッターの中でそういう人が、でも変な人もいそうだけどね、むしろこれはなんとかなんとかですよみたいな変な人って言い方悪いけどね、悪いですけどいるよねきっと。そう、気をつけなければ森塩と一緒、いろんな意見がありますから、だからツイッター 聞きたいけどね、どうなんでしょう、地震2級これは反射でなんとかなんとかで、なんとかなんとかなんとかでみたいな自称専門家系、言い方悪いよ言い方悪いよ、地震2級やばいよね言い方悪いよ、みんな私は言ってないよ、私は言ってないですよ特技なんだっけ、私さ、これドロドロってやつ、特技何シャッフルだっけ、あれあ、ショット特技にショットガンシャッフルを追加してほしいです。ペコリ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 8割でいこう。公式プロフィール自分で変えられないですよ、2期って聞くとつい2期に変換されるリフルシャッフルらしい、あ、リフルシャッフル、リフルシャッフル、リフル、え、どっちがいいんだろう、ショットガンシャッフルの方がいいのかな、なんかアニメを好きな人はさ、リフルシャッフルかっこ、よしよしよし、ショットガンシャッフルで玉ねぎ炒めるの出てきた、どういうこと遊戯王のやつだよね、だからショットガンシャッフルだと分かりやすいよね、カード炒めるじゃないでしょ、これ覚えとこ、このセリフ覚えとったらいいよね、リフルシャッフルとか、よしよし、任せぶり、ヒラリーハットさんだるまありがとう、何かしらの確かに、あ、ちょっと下の方読んでたね、ショットガンシャッフルいいね、人見知り特技入りますか、もちろんです、ドゥ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 森塩も特技、特技なんかな趣味じゃない、趣味なんかな、これ人見知り特技、でも甘えって言いますからね、人見知り甘えって言われるから、うわ危ない、怖いよ人見知りしないのも特技になる、なるね、人懐っこいみたいな、いいじゃん、いいね、
いいじゃん、人懐っこい、超いいよ。無理強仕事の可能性ある。ウケる。私のルームにはさあ、いないのかな、そう、心霊、これは心霊ですみたいな感じの分かる人。なんかさ、最近いたけど、あの人はちょっと信用できない。前言った時にね、私は分かります、これは違いますって言ったけど、あ、多分私のお家にはいないけど、この全体にもいないって言ってたけど、全体にはいるから多分間違えてる。リコチ意外と人見知りだよ、意外と。ああ見えて、ちょっとね、私とかじゃないけど、近々安否の森塩セットでが公式で販売されるか。されるかも。人見知りですよ、仲間、仲間。悪い、この間のコメ欄で死に気悪い。久しぶりに来た、ありがとう。後ろに気配感じるとき実は目の前にいるね、あるよね、そういうの聞いたことある。でも私はね、背を向けないっていうのを決めてるから、お風呂とか怖い、一番怖くなるじゃんお風呂って。私壁に向かってシャンプーしてるんですよ、普通さ、こうお風呂がこうあったらさ、こうするしな、だから隙間できるじゃん、じゃなくて私こうやって壁に向かってこうやってやってるんですよ。だからそう、コメントスルーするかワンチャン死んで。別にそんな、あのね、ちゃんとなんかいいコメント待ってます。あの良いタイミングでたまたま、そう、なんか前も言われたんですよ、人で選んでますよねみたいな、人で選んでるからなんとかなんとかだよねって言われて、別に人見て、あ、この人のコメントだ、ふむふむ、へへへってなってないから。そうそう、ナイスナイス、ベストコメントなってます。蒸しパンの紙食べれないよ。壁も怖くない、でも壁はさ、一応何もないじゃん、後ろにはさ壁しかないって思うとさ、別にさ、こっちからのさ、あれを守ればいいって思うだけじゃん。やっぱ気持ちの問題だよ、読まないでくれって思ってるほど読まれる。書くな、本当だよ、書くな。怖い話の動画チャンネル登録してますよ。クマ出会った時そうらしいよ、会わんけど。どういうこと、クマ出会った時どういうこと。相手と噛み始めて練習して、やった、私勝利の女神。壁から手伸びてきて引きずり込まれる、そうなったら終わりじゃん、そうなったら終わりだけど、終わりじゃん、そうなったら終わりだけどさ、一応さ、そういうことはまだ起きてないしさ、こういうこと起きたんよってさ、飲み込まれましたっていう経験だんだんじゃん、まあ、飲み込まれた人がいる、飲み込まれちゃったからその話はないんだと思うんだけどさ、それしたら終わりだけどさ、物理的にもさ、ね、大丈夫よ、傾向をつかむのが大切だと思ってます。すごいすごい、すごいね。壁すり抜けるお化けいるよね、それはしょうがない。でもさ、私は壁を好きで能力がないからさ、壁が端っこだと思ってるから、ミリオくんね、壁から顔出てたら終わりだよね、ミリオくんだもん。鏡ね、ヒロアカ前期の最終回見てないんですよ、途中で止まってます。これはちょっと理由があってね、理由はないんですけど。理由はないんですけど、ちゃんと好きだけど、もうちょい乗り越えなければならなそう。大体を前兆として変な音がずっと鳴ったりする。でもね、私ね、一時期本当にその時はいるとか思ってなかった時期、でも今思うと、いるでしょって思ってた時期、お風呂をすごいコン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 された、コン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 というか、ずっとコン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 、何の音と思ってて、ずっとコン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 。今思うとめっちゃ怖いやんと思って、
その時は全然コンコンやなと思って。姫奈さんが、姫奈ちゃんが、姫奈さんとか言っちゃった。アンベみたいなエシリトイ配信したいらしいが、師匠のアドバイスありますか？どうしたいってどういうこと？いやーそうですね、わかんないって言われた時もうね、いや、わかんなくさせるのがね醍醐味なので、はい、大丈夫ですよ。ありのままをさらけ出すのが一番です。あとね、ちょっとね、やっぱ簡単すぎるとね、やっぱね、あれなので、ちょっと難しめの言葉を考えてみるのはいかがでしょう。そう、コン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 、鈴の音？怖いね、鈴の音は怖いわ。マシュルってアニメ見てますよ。私の名前が出てきたってこと。気配よりも音が強い感じ。確かにそうかも、音が強いです。私音なんか見えないです。目は悪い、目は悪いのか知らないけど、難関のヤギだ。そう、難しくしてますよ。さすがリンゴゴリララッパーみたいなの書かないですよ。リンカーン大統領、うん、牛簡単か。一番難しいってか微妙にできてる。おお、絶妙か、絶妙にできてる。天井裏に人が、なんかね、なんかさ、私いろんな、なんかさ、こう、なんかさ、なんだっけな、TikTok とか Twitter とかで、なんかさ、経験談みたいな、こんな、こういう人がいたらしいみたいな経験談あるじゃん。で、面白いのよく見るんですけど、そういうのが最近好きで見るんですけど、なんか、絶対人いるだろうみたいな。寝息が聞こえるとか、部屋から帰ったら物の配置が変わってるとか、もう一層、僕にバレないようにいてくれみたいな書いてる人いて、いや引っ越せよっていうコメントあったけど、電気チカチカはないですよ、ないです。天井に裏にいた人捕まってたよ。怖い怖い怖いよ、怖すぎるよ。まあ、天井裏がないからいいけどね。天井裏ってのキッチンとかの、どこにあるの天井裏って。お風呂？やっぱお風呂なんだ。お風呂か。じゃあコン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 聞こえたの、お風呂からコン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 聞こえたのは換気口からコン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 されてたのかな、ずっと。天井裏はジブリでしか見ない。そっか、テレビ見てたら隠れてる人が笑って見つかったのがあったよね。怖くない？一緒に過ごしてたってことでしょ、テレビ見て一緒に過ごしてるってことでしょ、怖すぎる。水曜日のダウンタウンのクローゼットから布団の中のに知らない生きた人間がいる方が怖い。ああ、水曜日のダウンタウンさんね、その部屋にいるやつね、やばい、怖いよね、あれ怖すぎる、マジ怖すぎる、超怖いよね、多分。あね、動けない、腰抜けるわ。やばすぎる、笑い声怖いね。水場出るって言われてるよね。水場は言われる、清潔にしないとって思うよね。アリエッティ、アリエッティの足音うるさすぎるやろ。コン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 。すごかったでしょ、コン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 。天井裏捕まった人、天井裏の仕切りの壁を壊して隣の家に。すごいね、広い家だね。スズメバチの駆除で天井裏にでかい巣作ってるとか。そういうこと？倒してくれてるんだ、ありがとう。見てる方は面白いけど実際あったらビビるよね、やばいよね。長風呂しちゃう、今は全然大丈夫だから。砂かけババアマジで怖い、いや迷惑だよね、砂はマジ迷惑だよね。お布団とか最悪だよね。ね、見たわそれ。アライグマ住んでる可能性あるで。あ、そうなんや。民家、民家というか普通の家にも出るんや。今日はラッキー、ラッキー、ちゃんぽん麺。来季今やったサブの同盟入れた。お、ありがとう。待ってて。待ってて。あ、そう。ログインされてない方が今3人いて、5日以上かな。
5日以上されてない、人によって違うんですけど日数は、最低5日以上やってない方がいらっしゃって3人いらっしゃるんですけど、その同盟のチャット内でそのやっぱりなんか旗10本立てて1人入れるんですよ同盟に。だから今ね6人7人ぐらい待ってく6人ぐらい待ってくれてるんですよ同盟入るの。だからすごい申し訳ないなっていうのと、あと優勝を目指してる、一夜を目指してるからこそちょっとそうゲームとはいえ入ってもらったっていうのは気持ちはすごいありがたいんですけど、そう枠をねっていう話に同盟のチャットでなってて、だから同盟に入ってるで最近ログインしてないなって方戻ってきてほしい、君だよ君だよ。そう入れる人が無制限じゃないから、うん、あとね事情であってできなくなった人もいるらしくて、そうだからそう戻ります、ずっとやってくれてるじゃん。そうゲームとはいえ気軽に参加してほしいとはいえ難しいところですけど、でもなんか最初からログインしてなかったら脱退させますみたいなのがないからどうなんだろう。私の安否同盟のルールでそういうのがさせる可能性もありますって今から言ってするかもしれなくはなるかもしれないけど、いねえよな。そうメールが来るんですよ私に、この人がログインしてませんよって同盟のこの人が、私がね同盟の一番上の人だから一番上の人だからね来るの。そうメールが来るから、そう待ってくれてる方がいるし、サブ同盟でその入れるのを楽しみに待ってくださってる方がいるなって思うと1日に1回来るねよいしょ、いつだからどんどん日付が増えてってる。そのルールをツイッター載せれば、ツイッター怖いなと思ってちょっと若干匂わせで書きました。あのログインのあまりしてない方がいらっしゃるみたいでってツイッターで書いたんですよ。メールが来るっていうのはライキンのゲーム内のやつのね。そうだから一旦匂わせで書いたなんかね、なんかさちょっとさ、だってさツイッターで言うの怖くない？なんかさゲームさわざわざ入ってくださったのにさ、なんかログインしてなかったら脱退させる可能性もありますみたいな、怖ーみたいな、入りたくないって思うかもしれないじゃん今からな、やろっかなって思ってる人が、入りたくない、ログインせんかったらそうするんや脱退するんやみたいな、だからなんかさ思われたくもないからさ、ちょっとさ書くが迷ったよ、書くが迷って最初書いたのその分も、でもちょっと怖いと思ってやめたメインに入れないでサブに入ってます、待ってて指針じゃないんよ指針じゃないんよ。そうね、次からはそういうルールを作れるようにするねとは言ってくださいました。で、私ね個人的にゲーム内でメールを送ると即さよならはされないですね、後からできたルールなんで、後からダメだよってなったので、でも送ったとて何もならないですね。なんかなるかな、分からんけど、入ってみたもの進め方わからない感じですかね。いやログインしてないんよ、ログインしてくれればいいんだけど、まずでもログインもしてないから多分見てないからなんですよ。微力ながら応援しますね、同じ医療者だし、私医療関係のものではないんですけど、ありがとうございます、応援してください。バナナフォンはどのようになりますか。バー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 ってなります、バーナナーってなりますなんで医療者関係者だと思われたの、わからん、移動の仕方とかどう進めたらいいのかよくわからん。でもログインしてよ。
そうだよ。パッ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 。ナースはただのコスプレですよ。しかもナース全然やってないし、今ナースじゃないしね、全然。サイト見ながら、普通にさボタン押してさ、なんかさここ押して、ここ押して、なんかチュートリアルでやったことを繰り返すだけなってたらいいんだろう。そうやらないと多いよね。移動はチャットでめっちゃ丁寧に説明してくれる人がいます。そうチャットでめっちゃ教えてくれる、わかんないですって言ったら、これバナナ、え、これはミニオンの曲だよ。バッ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 ナナナバナナみたいなあるんだよ、本当にそういう曲が。あるのあるの。サイトみんなが振り分けてる。すごい、ちゃんとやってくださってる。私何も調べないんでね、適当適当じゃないですよ、適当じゃないですよ、ちゃんと真面目にやってます。患者さんこれ。いや繰り返すのみですか。そうなんだよ。宝箱引きがいいとか何も思わずに普通にビビビビビビってやってたわ。医療従事者として確かに。来期に違うサーバーで一生懸命やってた。どういうこと、違うサーバーどういうことやろ。来期に最近入りたいっていう人が増えて嬉しい。一回落ち着いてたのにまた増えて嬉しい。でもね、なかなかね、一人ずつしか今入れてない、入れないんだよね、難しい。旗10本立てて一人なんですよ、やばくない、やばくない。旗10本立ててよ、頑張ってるのに。旗1本立てるのも結構時間かかるんですよ。でそれを10本ですよ、マジで鬼畜なんだけど。なんかもっと増える方法ないんですかね。でも超超きついんですけど。レジェンドキャラ出ないから。なんレジェンドキャラってどの人なん。入れる人数増やしてほしいよね。ね、チュートリアルね、そうだよね。調べて要請しました。あ、ありがとう。ね、大変だよね、ハタマジ。だからもう本当に幹部さん、私を待たないでほしい。立てれる時は立ててって言ってくださったらいいけど、やってない時もあるから、やってない時はもう立ててほしい、本当に。本当に本当に。背景がオレンジの指揮官、あ、そうなんだ。技術の研究でもあるんだけど、それもかなり遠い。あ、そうなんだ。ドームに入れてない、ちょっと待っててね。もうちょっと枠ね、欲しいんだけど、ちょっと欲しいね。やってたら分かったよね。私もチュートリアルもよく分かんなかったけど、やってたらいい。赤い宝石の減り方がえぐい。あ、それに使っと、こんばんは。最近3000円いったのにいつの間にか1000円になっててびっくりした。何使ったんだって思いながら。記憶ないよね、ああいうのって。ということで今日はそろそろ終わるんですけど、ぜひ来期ログイン、ダウンロードして待っててください。あとお知らせは本当にない。5月お知らせすることがマジない。びっくりマンボウだね。方式は VIP6 まで VIP 上げに使いましょう。あ、そうなんですか。 VIP6 上げてないよ、私上げようじゃん。あ、そう、私それだ、それでめっちゃ使った。このさ壁塞ぐのやつ、あの本のやつでしょ。本買うわ私も。みのるさんかわいい、ありがとう。ひたすら切り離します、私も。でも建設私いつも2人でやってますよ。なんかアイテム使ってやってます。ということで、今日めっちゃ早く配信終わっちゃった。加速と本買いがち。あ、そう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 。え、でも加速私買ってない。でも最近マジ加速なくて困ってる。加速マジないんですけど欲しい。加速配ってメンバーにお願い。
ちょっと欲しいな、ムーさん。ムーさん、来季のムーさんツイートしたらくれるかな。何回かアンビのとこに偵察しに行きました。ああ、うんうん、来てたね。6にするのがおすすめ。じゃあ6にしよう。マジラッタ使い方なんてないよ。そう、メンバー特権で欲しいんだけど。ハート無限欲しい。メンバーやばい、やばすぎる。ガチ強になるじゃん。加速同盟ショップにお願いします。うーん、24時間の加速10個ぐらい欲しい。せめて8時間、8時間とか6時間のやつあるじゃん、あれ欲しいよね。結構今もうさ8時間6時間じゃん。1日あるよね。私1日マジでさ遠すぎてさ、はぁみたいな。1日って何みたいな。あー、なんか加速無限強すぎるよ。超強いよ。ずっと無限押すよ。白はレベル25。マジ長すぎ、ガチ長い、やばすぎる。1日と23時間、ほぼ2日ないよそれ。やばすぎる。4日待ち、やばい。4日待ちはやばすぎる。えぐい。4日待ち、どこまで行ったん、何レベなん。4日。なんかもはやさ、なんかさいらんよね、加速がいらん。4日ってなんかさ8時間とか加速いるけどさ、 4日は加速いらんもはや。ウケる。おうつさん、レモンスターありがとう。ということで今日はそろそろ配信を終わりたいと思います。そこで課金ですよ。ウケる。真似できる範囲で3時間を大量に欲しい。確かに今はもう確かにで5分めっちゃいい。5分大量に持ってて、一時期5分をずっと大量使ってたの。3時間を5分で全部使ってたりとかしてたらいつの間にかなくなってた。はい、長いの使いどころ難しいです。あやさん、ペンライト黄色黄色やめたんですよ。昨日ねタロット占いして黄色黄色にしない方がいいっていう占いが出たのでやめました。さっきもちょっとねマネージャーさんから連絡して水色紫でやりますって言いました。でも被らないかもしれないって言われた。どういうことなんだろう、変えるのかな。なんかね、かぶってないって言われた。かぶってなさそうだよって言われた。どういうことなんだろう。どういうことなんだろう。初子貫徹っていうの。まあかぶらないのが嬉しいのでいいんですけど。そうですね、黄色黄色はその思いがありましたけど、そうですね買おうと思いましたけど、ね、でも誰かといたい花だれとかでさ、誰かといたい やるときに黄色黄色ってさいいよね、ガチいいよね。見たいわ見たいわ。確かに今はね、三期生ちゃんと一緒にやらないから。タロット占い。あーでもね、私見ますよ。そう、見ます。結構ね、何人かいらっしゃる、黄色黄色。しましたとか。ね、確かに占い大正解。あ、え、確かにそういうこと。占い変えない方がいいっていうのはそういうこと。うわ、占い、私占いの素質あるかも。うまいんか分からんけど、すごい嬉しい。よし、これからも皆さん、私は占いができるように頑張りたいと思います。みんなの未来を占ってあげるよ。個性占い、アーナ先生を信じてください。特技に入れられるように頑張りたいと思います。あとあんまり
人に触らせてはいけないらしいんですよ。だから握りしめるときは触んないでってやりますね。チップにも触らせないようにしたいと思います。コードネーム、ほらありがとう。何ネームだろうこれ。では男女見ます。13位、さだなみさん。12位、たかさん。11位、かずきんさん。10位、おかっぴさん。9位、ゴギザリーさん。8位、ミスタラさん。7位、なおともさん。6位、みのるさん。5位、しおりんさん。おうつーさん。3位、たにたにさん。スキピー。2位、みきお先生。スキピー。1位、たかけいさん。大好きピー。ありがとうございます。きのこ、あ、最後に投票しよう。1位、1、たけのこの里。2、きのこの山で投票。好きなお菓子どっち。1、たけのこ。2、きのこ。1、たけのこ。2、きのこ。1、たけのこ。2、きのこ。1、たけのこの里。2、きのこの山。たけのこ、きのこ、たけのこ、きのこ。1、2、1、2、チェケラッチョ。トゥルル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 ル。3、アポロ。4、アルフォート。5、ヤンヤンつけ棒。6、ブラックモンブラン。トッポポッキー。では5、4、3、2、1、スロー。おー、逆転。いやー、夕方の配信はね、キノコが多かったんですよ。いや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 、そうだよね、やっぱそうだよね。タケノコ夜は勝てないのよ。なんでなんで。夕方はキノコが多くて夜はタケノコか。そっか、タケノコだよね。夕方は、夕方の、夕方、夕方の人はそういう時間帯ないよ、やっぱキノコ派の人は夜勤。ああ、そういうこと、夜勤。あ、なるほどね。だからキノコが好きなんか知らんけど、なんで、などういう意味なんか分からんけどレアちゃんのところではタケノコだった。あ、そうなの。めっちゃ配信見てるね。じゃあ大人のみんな、これからもキノコ食べようということで、俺の周りもみんなタケノコだよ。私もタケノコ派ということで、ありがとうございました。明日も配信見てください。サディカー、サディカーじゃないか、バイバーイ。サディカー、こんにちはみたいな感じで挨拶だった。カムサハムニだ。バイバーイ。明日も頑張って。はい。